のつけん、のつけん、のずゆずる、1899年3月12日から1983年8月27日は、広島県広島市出身の医師、小児科医,医学博士、サッカー選手、サッカー指導者でもあり、第四代日本サッカー協会会長、アジアサッカー連盟副会長、国際サッカー連盟理事を歴任した。 元日本損害保険協会会長の河野俊治は、老いにあたる。1899年、明治32年、広島県広島市生まれ、父親も開業医だった。巨弱児童であったが、広島県立広島第一中学校、現、広島県立国大寺高校在学中に集級部、サッカー部が創部されサッカーを始めた。田中隆志は、サッカー部の また広島カーアップ設立で知られる谷川昇も、年は違うが同期で谷川もサッカー部だったという。サッカーが面白くてやめられなかったのつは、1916年、大正5年に上京し、第一高等学校に入学。3年生となった1919 19年、大正8年元冬の正月、野球部独占の高齢グラウンドにサッカーゴールを立て、サッカー部を作り、 さらに進学した東京帝国大学でも、足機集キューブを作った。それでも当初は、ボート競技があるでサッカーは傍らにしていたという。1921年、大正10年、上海で行われた第5回極東選手権、競技大会に、サッカー日本代表選手として参加。この時の代表チームは、日本サッカー史上初めての選抜チームと言われているが、 東京高等師範学校、現、筑波大学東京集球団で編成したチームに、唯一、東京帝国大学から参加したのが後だった。日本サッカー初の海外遠征も、全敗に終わった、悔しさから、以降サッカーに打ち込むようになったという。またこの年の大日本集球協会、日本サッカー協会の創立にも参画した。東京帝大のサッカー部をいかに強くするか、 また当時は、マイナーなスポーツであったサッカーを、いかに発展させるか試案したのつは、学生サッカーの改革、発展に奔走した。1922年、大正11年には、関東の大学チームで互いに切磋琢磨し、競技向上を図るべく、早稲田大学、東京講師、東京商科大学と共に、日本最初のサッカーリーグ、専門学校級リーグ戦を開始させた。 この大会は翌年に一旦中止となったが、再開に奔走し1925年、大正14年から、足シキ州冬東京コレッジリーグとして再開された。これは現在の関東大学リーグの大元となった。また、関立の旧正高校による全国大会をやれば、旧正高校のレベルアップが図られ、そうした選手たちが最終的に東京帝大に進学し、 東京帝大サッカー部が強くなると考えた野津は、この開催にあたり、学業を放り出してまで奔走し、当時スポーツ行政の主務官庁だった内務省など各方面と交渉、1924年、大正13年東京帝大主催により、第1回全国高等学校アー式集休大会の開催にこぎつけた。以降この大会は第2本集休協会とは直接、 関係なく発展し、学生改革により、旧制高校制度が廃止されるまで25年間続き、後の目論み通り、竹越茂丸や岡野俊一郎ら優秀な人材が、東京帝大に集まり黄金時代を形成。さらに大学サッカー界の活性化にも大きく貢献し、さきの足利周期東京コレッジリーグと合わせ、大学サッカーの時代を作ることとなった。サッカー、 日本代表のユニフォームサムライブルーの起源は、東京大学アシキシューキューブの色が源流とも言われる。1923年、大正12年大学卒業後、同大学大学院で、血清研究の地小児科教室副讐。同年 JF 理事、内務省の主催する明治神宮競技大会の計画に、JF を代表して今村直地。 JF 初代会長と共にの準備委員として加わる。このため1924年、大正13年の第4回足敷集級全国優勝大会、天皇杯の前身は、第1回明治神宮競技大会の足敷集級の部として JF が運営した翌、1925年、大正14年第5回大会も、同年、第7回極東選手権の出場チームを決める。 予選会に故以上集球団を中心とした選抜チームブラックキャット黒猫クラブの監督を務める。また全国中等学校集球選手権大会、現全国高等学校サッカー選手権大会運営にも限よ。1926年、大正15年から同大会が全国大会に移行するにあたり、毎日新聞大阪本社の中村玄一や第14代、 田辺五平、田辺次太郎、鈴木茂吉らと書問題の解決に尽力。戸籍法による戸籍を持たず、青年月日の確認が困難な朝鮮地区、代表選手や市範学校種の年齢制限問題に一緒にやるべしと押したのは、のつという、中等学校と市範大会を分けてやるという案も出たが、 中村が主催者として現在市販大会を開く意思はないと言ったともあり、一緒にやることになったようである。のつは同年代休回大会の審判員を務めている。また、田辺とのつは戦後1957年、昭和32年、国体サッカー競技の教員大会を創設した。1925年、大正14年大日本体育協会理事。 1927年、昭和2年最年少の29歳で、専務理事となり、1928年、昭和3年アムステルダムオリンピック、1932年、昭和7年ロサンゼルスオリンピックに、日本選手団、本部役員として、連続参加。この間、欧州の医療も見学。小児科における、日本の予防医学の遅れを痛感。また、 アムステルダム五輪期間中、当時アムステルダムに事務所のあった国際集球連盟を岸清市一大日本体育協会会長と共に訪れ大日本集球協会の FIFA フフ加盟を申請。1929年昭和4年第18回 FIFA フフ総会で正式に加盟承認。当時の加盟国の数は39カ国だった。同年大日本集球協会の理事会選で ニッタスミオキラ大学系理事と、それまで教会を牛耳っていた、市販系幹部の追い落としを図り、以降、大学勢が、教会の主導権を握る。1931年、昭和6年、ロックフェラン・フェローに選ばれ、ハーバード大学公衆衛生部留学、小児衛生を専攻し1934年、昭和9年同大学卒。帰国後、米国における研さを活用し、 日本の立ち遅れた予防医学の充実に尽力。当時は薬物中心の医学が主流だった。1935年、昭和10年、東京都中央保健所学校衛生部長となり、学校保という全く新しい分野に踏み込む。東京都の学童へのツベるクリン反応の実施計画に関わり、小児結核の早期発見と治療への道を開いた。当時は、 結核という言葉を聞くだけでも恐れられた時代だった。1938年、昭和13年、厚生省体育館、日独防協協定が結ばれた1936年、昭和11年には、学術的立場から国家施策を検討しようと同志らと、日独同志会を結成。この関係で、戦中は、大政翼3会国民生活指導副部長、 またその参加である大日本産業法国会、産中央本部厚生局保健部長に就任、三方基本体操などを策定し、産業人の作業能率増進や、結核予防運動に取り組んだ。1940年、昭和15年に開催される予定だった東京オリンピックのオリンピック村は、神奈川県川崎市の津田山を予定していたがこれは、のつと、 当時東京市役所にいた谷川昇、東急の後藤啓太、黒川正造を中心に日本体育協会、東京都、厚生省等が打ち合わせて決めたものだという。のつは戦前麻布に住んでいたが、戦中に津田山に疎開し、戦後も牢城。のつが中心になって津田山は国民体育の道場として使われた。戦中に、 国の政策に関わったため戦後は公職を去り1947年、昭和22年、津田山に近い川崎市溝の口に、後診療所を開業。西洋医学に携わりながら東洋医学の進級に興味を持ち、両道楽という電気針の研究、治療も行う。また、広崎大学の前身の一つである、青森医学専門学校設立などに尽力。 1951年、昭和26年、第1回アジア競技大会には、日本集中振興会理事長として、側面的援助に働く、同年 JF 理事長。サッカー底辺の拡大と戦前の、学校教員主導のサッカー指導復活を、目指、田辺小平らと1953年、昭和28年から、国体サッカー競技の一般参加を教員に、限定。 1957年、昭和32年からは教員部門を新たに設け三部制にし、1959年、昭和34年から全国教育系大学の大会を創設した。これらは1960年、昭和35年、小学校、中学校の生火体育の中にサッカーが取り入れられることにつながった。1955年、 昭和30年、高橋龍太郎が、プロ野球、高橋ユニオンズのオーナーとなり、会長を辞退したため、第四大日本州球協会、日本サッカー協会会長に推挙され就任。サッカー選手出身として、初めての選出だった。当時のアマチュアスポーツ団体のトップは、政財界の有名人の飾り、名誉職が多かったため、選手出身の後は、キャプテン会長と呼ばれ、 以降10期26年間の長きにわたり、会長を務める。1958年、昭和33年、アジアサッカー連盟、AFC 副会長。1959年、昭和34年から開催された、アジアユース選手権、AFC ユース選手権、サッカー更新地、アジアの競技工場のため、のつが、当時の AFC 会長で、 マレーシアの首相だったラーマンに提案し実現したもの。この大会から杉山隆一や宮本テルキラモの日本代表の主力が育った。1962年、昭和37年、アジア競技大会、ジャカルタ日本代表選手団団長。日本代表を欧州に初めて50日間の長期遠征をさせたり、B 代表を編成したりするが、東京オリンピックを控えて代表チームは、 1958年、アジア競技大会からローマゴリに予選不振が続く。当時の日本人のサッカーへの認識は、ホッケー、水球と同列だった。国際大会の予選で負け続けるサッカーに、国民は全く関心を示さず。東京オリンピック直前、メダル獲得が有力視された、東洋の魔女ことバレーボール全日本女子などから、入場券は売り切れ。 オリンピック入場券の残りは、不人気のサッカーだけと言い立てられた。ノツは、外国のプロコーチ招兵を拡作。内部の反対を押し切って、西ドイツに渡り、直接交渉し、デッドマールクラーを招聘した。信仰のあった、西ドイツサッカー協会会長の推薦があったとはいえ、当時のクラマーは、西部サッカー連盟、デュースブルクスポーツ州レの一青少年指導コーチに過ぎ、杉。 高校卒業前に落下山部隊に入って戦地に赴いたため十分な学歴もなかった。当時日本宗教協会理事会を支配していたのはベルリンの奇跡のメンバーだったため選手として無名の人物に日本代表の指導を託すことは彼らのプライドが許さなかった。指導者将兵の任を得ていた成田十次郎にのつはローマ五輪視察の途中でドイツによるので そこで決めようと、最終返答し、クラマーの部屋を訪れたのつが、壁にかかった額に書かれた、クラマーのザウの名物事を見るのは目ではなく、物事を聞くのは耳ではない。それは精神であるを見て、これは日本サッカーの将来を託すに値する人物だと、確信しクラマー将兵を決めた。のつの先見の民と、リーダーシップがなければ、クラマーの来日は実現しなかった。 また外国人指導者の招聘など、この頃他のスポーツ種目では、考えもしない時代でもあり、当時のサッカー協会のわずかな財政では、非常に大きな負担でもあった。コーチを呼ぶにしても、協会幹部の中には、サッカーの母国、イングランドを推す者や、南米の推す、ブラジルを推す者もいたと言われる。近年、日本サッカーの歴史はグラマーから語ることが多いが、 この時の角の英断がなければ、の津が会長でなければ、その後の日本サッカーの歴史は、全く違った物語になっていたことになる。なぜドイツだったのか、という点については、の津が医者で独語が堪能だったなどの説があるが、の津が育った、広島の地が第一次世界大戦中に、二の島のドイツ人捕虜チームとの交流で、ドイツのサッカーに馴染みがあったこと、また二の島へ行った。 田中隆子は、のつの中学時代の同級で、一緒にボールを蹴った仲間でもあり、のつが、ドイツのサッカーに並々ならぬ興味を抱いたとも、言われる。今日一般新聞でも使われる、ゲルマン魂という言葉は、のつが最初に使った、ものという。さらに1964年、昭和39年、東京で33歳の長沼健を、日本代表監督、 コーチ、岡野俊一郎に抜擢、クラマーの技術指導を受けたスタッフ、選手らによって東京オリンピックでアルゼチンを破る金星を挙げ、サッカーブームを起こした。ようやく日本サッカー不要、普及の手応えをつかんだのつは強化策の総仕上げとして、次なるメキシコオリンピック出場を絶対に果てだなければならない。日本サッカー界の悲願とし、旅重なるソ連。 ヨーロッパ遠征、またヨーロッパ、南米の強豪チームを招き強化試合を重ねた。1965年、昭和40年には、クラマーから、日本サッカー強化には、リーグ戦を通じて試合数を増やすべき、との提案を受け、現在の J リーグの前身、日本サッカーリーグ、JSL をスタートさせる。そしてアジア予選を通過した代表チームは、1968年、 昭和43年メキシコオリンピックにおいて、銅メダル獲得という偉業を達成した。メキシコ五輪後、小野拓司専務理事らと次の目標を、ワールドカップ出場とし、その実現のためプロ化を標榜。のつは、プロ野球経営で実績のある、読売新聞社を訪れ、読売新聞社主の利力松太郎に、プロサッカーチームの設立を依頼した。正力の亡くなる、 前年のことだった。この時、ノつは、勝力の問いに、5年後には、プロ化がスタートすると思ってくださいと答えた。ノつは、成田十二郎にも、成田君は、ヨーロッパのプロや、スポーツクラブのことをよく知っているだろうから、これから、読売新聞と、日本テレビがバックアップをするから、そこへ、ヨーロッパ的なクラブを作って、それをプロへ繋げるという仕事をしてくださいと、チーム作り。 読売サッカークラブを依頼したという。1969年、昭和44年、FIFA フフ理事就任。同年、クラマーを主任指導員とし、アジア13カ国から43名のコーチを集め、FIFA フフと AFC の主催、JF を主幹とする、第1回 FIFA フフコーチングスクール開催。日本の組織的なコーチ育成のスタートを切る。これは、初熱の3ヶ月間にわたって行われ、 クラマーが途中過労のため倒れるほどであったが、指導者要請と、その組織の確立の重要性を、世界のカー界に認識させた。1970年、昭和45年それまで決勝戦だけ、それも一部地域のみ NHK で、テレビ中継だった。全国高等学校サッカー選手権大会を憂い、若い世代でサッカーを普及させためテレビ放映をやって、欲しいと、日本テレビに要請。 当時同局スポーツディレクターだった坂田信久、後東京ベルギー1969社長らの奔走で同大会は1976年昭和51年からの首都圏開催などの改革を経て現在の冬の風物詩として定着したものである。また1970年昭和45年のワールドカップを視察しペレを生で見たのつは当時のフィファ会長。 サース・スタンディ・ラウスからこれまでヨーロッパと南米で交互に開かれていた大会をアジアでも開催できるようにしたいとの示唆を受け、帰国後8月1日、岸記念体育会館で記者会見を開き、1986年、昭和61年のワールドカップ開催地として日本が立候補したいと発表した。1976年、昭和51年、 直系の古文とも言うべき長沼らがクーデターを起こし、野津は会長の座を追われた名誉会長。十数年前自らが抜擢した若手に今度は自分が追われる結果とな。1983年8月27日、東京都世田谷区の関東中央病院で心不全により死去した。没後の2005年に日本サッカー殿堂に選出された。詳細は上記。 生涯の項目を参照、西ドイツスポーツ有限とドイツスポーツ少年団を習い、石井光次郎や武田恒吉らと1964年、東京オリンピック2年前の1962年、スポーツ少年団を創設し、その立ち上げと発展に貢献した。当時の日本の少年スポーツは、学校が唯一のスポーツの場と考えられていたため、 この常識を覆す新しい動きであった。その施設づくりの過程で補助金を日本船舶振興会笹川良一に依頼。B&G 財団はこれをきっかけに設立された。青森県と縁を持ち、当地を受ける保健衛生体育の発展に寄与。また、スポーツ少年団本部長だった、夏の尽力により1972年、広崎市海洋センター。 1975年、広崎市近くにスポーツセンターが建設された。これらは多くのスポーツ選手の鍛錬の場となり、1977年の青森国体の青森県天皇杯獲得に貢献した。広崎市の旧広崎開港社内に、のつの銅像がある。のつは、日本における公衆衛生、予防衛生面での先駆者、また保健所活動の生みの親とも言われる。 国際学校保健協会副会長、日本領土落自立神経学会,会会長などを務め、東京オリンピックでの体操選手などに、領土落治療を導入した。その他式網研究などでも知られる。なお、のつ在任中の日本サッカー協会は、名ばかりで、慢性的にお金がなく、のつの医師としての信用でお金を借りることがしばしば、あったという。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。